はいどうもプレスの T です。今日はですね、拓郎はありなのかというところでお話していこうと思います。以前ですね、浪人をやめといた方がいいっていう動画を上げたんですけれども、これはですね、あくまで何にも考えずに、とりあえずなんか友達も浪人するし私も浪人しちゃおうかなみたいなノリでやるのはやめといた方がいいよと、これ相当きついんでね、もうおすすめはしませんよというような話だったんですけれども、やっぱりですね、どうしても第一志望ここの大学に行きたいっていうような強い気持ちがあるんだったら、浪人はどんどんやればいいと思うんですよ。で、そうなった時にですね、浪人をどういった形式でやるか、浪人って一言で言ってもですね、いろんな形式があって、どういう風なタイプでやるかっていうのは皆さんがね、決めればいい話なんですけれども、その中で拓郎っていうのがあるんですね。で、今日はこのことについてお話していこうと思います。で、早速見ていくことにしましょう。じゃあまず念のためにですね、拓郎とは一体何ぞやって話をしておきたいんですけれども、拓郎っていうのは自宅で浪人をすることですね。で、これを拓郎っていう風に言うわけですけれども、基本的に浪人をするってなったら、やっぱり皆さん塾とかね、予備校とかに通う人多いと思うんですけれども、そうではなくて自宅でメインに勉強しますよと、これが拓郎なわけですけれども、この拓郎の一番のメリット、これは何かっていうと、やっぱり安いってことですよね。先ほども言ったように塾とか予備校に通ってないわけですから、その費用がまるまるかからないわけですね。じゃあそもそも塾とかって言ったらどれぐらいかかるのかって話なんですけれども、まあね、いろいろあるんですけれども、大手のところでイメージすればざっくり80万っていうのをイメージしておけばいいと思います。で、この80万円っていうものにはですね、講習とか含まれてないケースがあるので、そういったものがどんどん積み重なってきて、年間100万ぐらいはざっくりかかるんではないかなと。で、もう一個難しい話があって、これ結構ね、地方格差みたいなのがあったりするんですよね。これどういうことかっていうとですね、やっぱ大手の予備校とかっていうのは駅前とかにあったりするわけですけれども、田舎とかになってくるとですね、その一番最寄りの予備校っていうのが結構遠いと、で、これ通うのは無理だなみたいなケースがあって、そうなってくるとですね、またこれ寮に入ったりとかしなきゃいけないみたいなケースもあるんですね。で、そうなってくると当然寮費っていうのがかかりますから、一気に倍近くかかったりとかね、する場合があるので、そこはなかなか結構お金的には厳しいよなっていうのがあるので、やむを得ずしょうがなく自宅浪人をするしかないというようなこともあり得るとは思います。お金に関してはですね、結構シビアなところっていうのもあるとは思うんですけれども、各予備校ですね、スカラー制度とかあったりするので、奨学金とかをもらえば、奨学金としてお金で入ってくるというよりも授業料減免みたいな形で比較的お安くいけるケースもあるので、俺はもうめっちゃ頑張るんやっていうんやったら、思い切ってね、そういったところの制度を狙っていくっていうのもありかもしれませんね。で、話が少し逸れちゃったんですけれども、今話してたのは拓郎のメリットですね。拓郎だと塾とかにかかるお金がかからないから、すごく格安で浪人できるよっていう話だったんですけれども、他にもメリットはあって、それは全部自分でコントロールできるって話ですね。結局ね、予備校に通うということは、基本的に学校と一緒ですよ。学校みたいなその運動会とかね、ああいったものはないんですけれども、とにかく勉強っていうことで言えばスケジュールが全部組まれていて、この通りにやってくださいっていう風な形に基本的にはなるんですよ。で、こういったのが、うざいなという風に思う人も中にはいると思うんですね。だってさ、わざわざ浪人してんだぞと、全部自分でコントロールして勉強させてくれよっていう人中にはいますよね。こういった人はやっぱり予備校とか向かないので、拓郎した方がいいかなっていう風に個人的には思いますね。ただこのメリットはですね、諸刃の剣で、逆を言うとですね、自己管理できない人が拓郎すると大変なことになるんですね。どういうことかって、だって家で自分で勉強してるわけですから、サボろうと思えばいくらでもサボれるわけですよ。もちろんね、ずっとダラダラしてたら親御さんとかにお前何してんだって言われるかもしれないですけども、そんなんははっきり言って無視できますよね。で、そうなってきた時にどこまでもだれていって、結局今の学力よりも下がっちゃったみたいなことって全然あるんですよ。で、そうなってきたらマジで何のために浪人してるか分かりませんし、結局行ける大学がなくなればもう一浪みたいなことになるでしょ。で、さらに下がって、でもいよいよ F1 ですら引っかからねえぜみたいなレベル感まで落ちてしまうわけですよ。で、こういったことがあるので、なかなかね、精神的に強い人、もう自分は完璧に自己管理ができるっていうような人じゃないと、拓郎っていうのはなかなか厳しい部分がありますよと、そういう話なんですね。で、この精神面っていうところで考えた時にですね、拓郎っていうのはかなり孤独だっていうのはやっぱり覚えておいてくださいね。結局ね、やっぱなんだかんだで予備校とかに通ってる人っていうのはそこでコミュニティができるわけですよ。だからそこの予備校の仲間たちと、いや俺たちは浪人してるけども今年1年でかなり成長して第一志望合格するんだみたいなことができるわけですけれども、これがね、やっぱなかなかしにくいわけですよ、拓郎の場合はね。で、もちろんね、 SNS とかでいろいろね、友達を作るとかっていうのはあるんですけれども、SNS でそういう受験仲間とかっていうのを集めるのは結構リスクが高いなっていうのがあったりするんですね。結局そういったところでコミュニティとかでね、話をしようと思ったらずっとなんか SNS 好きになっちゃったとかっていうことってよくあるんですよ。
まあもちろんね、予備校に通っていたらじゃあ大丈夫なのかっていうと、結局その予備校の仲間とね、遊びほうけてみたいなこともあるにはあるんですけれども、やっぱりね、実際にこう顔を突き合わせてやってるっていうのはね、全然違うと思うんですね。実際問題 SNS とかだと、まあ、正体わからないですし、そいつ浪人って言ってるけど普通に大学生とかの可能性もありますからね、まあ、そういったところで、まあ、よくわからない人とかっていうのとつるむよりかは実際に顔を合わせてねやった方が、まあ、やっぱり精神衛生上はいいんじゃないかなと個人的には思いますね。じゃあこういったメリットデメリットを踏まえてですね、卓浪っていうのがありなのかなしなのかって話なんですけれども、個人的にはですね、卓浪はおすすめしません。マジでやめといた方がいいと思います。っていうのもですね、やっぱり一番大きいのは精神衛生上の話ですよ。だってさ、1年間ずっと自分の部屋にこもって勉強ってできますか？ね、単純にまあ勉強するだけっていうんだったらいいんですけれども、1年後には必ず大学に合格しなきゃいけないわけですよ。相当なプレッシャーもあると思うんですね。でそういった中で自分の部屋にずっとこもっておくと、多分どっかで頭おかしくなってくると思いますよ。でね、結局僕の友達も最初半年間は卓浪してたんだけど、あ、もうこれ無理っつって結局後半から来てたんですね。まあ、こんなことするぐらいだったらさ、最初から普通に予備校通っとけよって話じゃないですか。で、予備校っていうのもですね、基本的に前期後期に分かれてると思うんですけど、この前期っていうところですごい基礎的なところをやるんですね。で、後半は演習メインに移るわけですよ。ってなった時にどっちが大事かって、基礎的な内容の方が大事でしょ。そうなってきた時にわざわざ後期から来るっていうのはあんま意味なくなってくるんですね。っていうようなところもあるので、まあ、どうせね予備校通うんだったら、もちろんお金はちょっと多くかかりますけれども、最初から通っといた方が無難なんじゃないのって僕は思いますね。で、お金がどうしてもないよっていうケース、これもあると思うんですね。でこういった場合は予備校とか厳しいっていうのはあると思うんですけれども、どうせね部屋にこもってるぐらいだったら少しだけお金かかっちゃいますけど、なんか自習室みたいなあると思うんですね。有料の自習室みたいな、そういったところをですね使うとかやってみるといいんじゃないでしょうか。で、私立の高校とかであればですね、普通に浪人生サポートみたいなやってるところとかもあるので、そういった人が学校のその自習室みたいなのを使えたりとかね、あるいはそういうのもないんだったら、まあ、公立の図書館とかあるでしょ。こういうところだったらお金かからないんで、まあ、できればね、どうせ卓浪するにしても自分の部屋っていうのにこもるんではなくて、一回ね外に出ると、で勉強する場所っていうのを決めておいた方がやっぱいいんじゃないかと個人的には思いますね。はい、というところでいろいろと話をしてきたわけですけれども、まあ卓浪ってのはね、いろいろ話は聞きますけれど、なかなか厳しいと個人的には思うんですよ。で、まあどうしてもね卓浪しなきゃいけないっていう状況もあるとは思うんですけれども、その際もですね、うまいこと工夫をして、とにかく自分の殻にこもらない、ここだけはですね意識してやってほしいと思います。別にですね、最初ちょっとディスりましたけれども、SNS とかでそういった仲間とかが手に入るんだったらそれもいいじゃないですか。まあ、そこはちゃんとね、気をつけて上手に使いましょうっていうところはやらなきゃいけないんですけれども、まあ、それにしてもですね、一人でやってるよりかは、まあ、ネットの友達でもいた方がいいとは思うので、上手にやってください。あるいはですね、図書館とかに行っていればですね、まあ、そういうところでよく来ている人とかと少し仲良くなったりとかってこともあるとは思いますし、まあ、上手にですね、やっぱり社会的な生き物ですから、人間っていうのは完全に一人でこもっておくとどんどんおかしな方に進んでいくので、そこだけは注意してくださいねと、そういうお話でした。じゃあ今日この辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。